では幻覚神経科学に挑戦した若い研究者の紹介をさせていただくんですけど、30代の神経科学者ロビン・カーハート・ハリスさんなんですけど、この人はですね精神分析学を学ぶんですけども行き詰まっていたんですね。なぜか、それはフロイトやユングの理論は科学的に厳密性が乏しいと思っていたと。無意識を探る方法が夢と自由連想法しかないはいはい、はい、となると、うんうん、なんと脆いことかと、うんうんうん、これはもう袋小路にしか見えないと、うんうんうん、探りようがないって話ですよね。そうなんですよ、うんうん、コロコロ変わるし、うんうん、データが取れないんですよ、うん、だってもうその人の言ってることしか、うん、それができないなら、うんうん、というところでこの人は脳に LSD とか、うん、その幻覚剤を注射し、うん、脳じゃないごめんなさいね、まあ、脳じゃなくても、うん、そういう幻覚剤を注射し、うん、FMRI 機能的核磁気共鳴断層画像や、うん、MEG 脳磁図脳の磁力の図、うん、などで脳内の変化を観察しましたと、うん、証言じゃなくてね、うん、ちゃんと脳を測定した観察したと、要は幻覚が起きている時の脳の変化を観察する研究を始めましたよと、うんうん、そうしたところ当初、はい、このハリスさんは、うん、夢を見ているような時に、うんうん、幻覚剤は脳の活動を刺激して、うん、特に前頭葉を活発化させるんだろうな、うんうん、活発化するんだろうな、うん、っていう予測をしましたと、うん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 、でデータを見たときに、うん、ハリスさんは驚きましたと、うん、この被験者の脳の血流は、うん、予測とは全く逆だったと、うん、この奇妙な結果は、うん、酸素消費量の変化で脳活動が活発化した場所を、うん、ピンポイントで特定する2度目の検査でも再現された、うん、そうして、うん、この幻覚剤を打ったときに、はい、特定のネットワーク機能を低下させることが初めて示された、うん、それがデフォルトモードネットワークだ。で、事故がなくなっても意識は残ると、うん、このデフォルトモードネットワーク、うん、幻覚剤を打った時に特定のネットワーク機能を低下させる、うん、それがデフォルトモードネットワークなんですけど、うんうん、デフォルトモードネットワークっていうのは、うん、ワシントン大学の神経学者によって偶然に発見されたものなんですけど、うん、装置の中に横たわった被験者の安定時、うん、安定してる時の神経活動を標準データとして記録するのが、中には注意を向ける必要がなく精神的なタスクが何もない、うん、つまり脳のデフォルトモード、うんうんの時に活発化する部位があったと、うん、デフォルトモード、うん、安定時に活発化する部分っていうのがデフォルトモード、うんうん、まあ、何もない時の状態ってことですよね、はい、何もない状態の時に一番活発化しているところがあったらしいんですね、うんうん、脳の中に。でデフォルトモードネットワークに対応するのが外界から注意喚起されるために活発化するアテンショナルネットワークだと、うん、この2つのネットワークはシーソーのような関係にあり、うん、一方が活性しているときは他方は沈黙すると、うん、外界からの刺激に対応する知覚から離れて機能するデフォルトモードネットワークは、うんうん、大脳の中の進化的に新しい部位であるところから生じて内省とか、うんうんうん、メタ認知、うん、この自分を上から見てる感じですかね、うんうんうん、この辺からメタ視点でメタ視点で なんて言いますけど、うん、メタ認知で見るときのプロセスで最も活性化すると、うんうん、要はデフォルトモードネットワークっていうのは、うん、内省化したときに最も活発化するんですけど、うんうん、さっきの幻覚剤の、うん実験で、うん、そこを遮断したときに、うん、解放されるんですね。遮断したときに
要は幻覚剤を打つと、うん、デフォルトモードのネットワークの機能を低下させるんですけど、はいはいはい、その時に、うん、なんて言うんでしょう、打つの人たちは、うん、解放される、解放されるんですよ、うんうん、ってことはこの悲観的っていうのは、うん、デフォルトモードネットワークが常に多分活発化している人が打つ傾向が強いっていうのが脳科学的に発見されましたと。でそれは幻覚剤を打つことで弱くなる、うん、脳は機能であるっていうんですよ、うん、まあ、シャットアウトすることができるってことですよね。そうなんですよ、はい、なので、うん、この悲観とかっていうのはなんか、うん、気持ちとか、うん、心が作ってるんじゃなくて、うん、脳の機能ですと、と思いますけどね。ずっとそう思ってましたけど、ね、違うね僕は違う、僕は心派ですからその心が機能だと思ってます。いやっていう、はいはい、美味しいもの食べたいみたいなのは、はい、まあ、そういう機能じゃないですか。まあ多分栄養を欲してるんでしょう、ね、栄養欲してた、体が欲してるんですよ、うん、はい、でその嬉しい気持ちとかも、はい、その状態を欲してるわけです、はい、というところで、うん、このデフォルトモードネットワークっていうのが自己の構築に関係していることっていうのが分かってきた、うん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 、これを一部の神経学者はミーネットワークと呼ぶと、うんうん、自伝的記憶は自己を過去現在未来と結びつける一貫した物語だが、それはデフォルトモードネットワークの中にあるノード中継点群、うんうんうん、分かりますか。ノードってコンピューターでよく使われる用語なんでなるほどなんとなくイメージはできます、はいはい、ノードのつながりで構築されるのだというと、うんうんうん、でこのカーハート・ハリスさんの実験で最も衝撃的だったのが、うんうん、このデフォルトモードネットワークの活動が急低下した時、うん、この、幻覚剤を打つ被験者が自我の溶解、自我が溶けるを経験したと訴えた時点が一致していたと、うんうんうん、デフォルトモードネットワークでの血流量と、酸素消費量が急落すればするほど、うん、自我の消失感を訴える傾向が強かったと、うん、普段 DMN ネットワークこの、うん、あデフォルトモードネットワークの活動を示すデータが急落するときに自我が消え、うん、普段私たちが認識している自己と世界、うん、主観と客観っていう区別が消えた、うん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 、でこれは自己が if ほにゃらら善ほにゃららのシミュレーションだと考えれば、うん、不思議でも何でもないと、うん、抑うつっていうのは、うん、過去のシミュレーションがネガティブな方向に極端に偏ることだと、うんうんうん、そうなるとデフォルトモードネットワークは、うん、あの時にこうしていれば、うん、こういうことにはならなかったのに、うんうん、という後悔ばかりをずっと反芻する、うんうんうん、ああもうわかる、うんうん、あのね過去の恥ってあるじゃないですか、はい、はいはい、もうずっと残ってるんですよ、うんうん、それが、うん、今でも時折ね、うん、あの歯とか磨いてる時にフラッシュバックするんです、うん、へえ。そういうのってないですか。ないです。で、あいかんいかん消せ消せ、うんうん、キャンセルキャンセルみたいなスピリチュアルをやるんですけどはいはいはい、ないですかそういうの。ないです、ないです。さすが4さすが楽観的4の男、はい、うん、強いですね、うん、強いっていうか、はい、多分プラスに考えてるってことですよね。ああ、うん、なるほど。そのまあ多分どっちもあるわけじゃないですか。どっちの人もデフォルトモードネットワークはみんなにあります。でそれがこう、はい、悪い方へ考えるタイプがいるってことですよね。そうですね、はい、で僕はいい方へ考えるタイプって話じゃないですか。そうなんです、うん、はい。で不安障害というのは未来のシミュレーションが ネガティブな方向に極端によること、うんうんうん、デフォルトモードネットワークっていうのは、うん、今のままだと、将来悲惨なことになるに決まってる、うん、で不吉なことばかり考えて、うんうんうん、無限ループから逃れられなくなると、うんうんうん、で僕はねこの無限ループがあるにはあるが、うん、
ラスも若干強いので、うんうんうん、あのいかんいかんってこっちをやるんですね。はい、でも気づくとこうマイナス。もう基本はね、で行ったり来たりしてる。一人の時はもうぐるぐるです。はいはい。はい、抑うつや不安は、うん、脳というシミュレーションマシーンの傾向がネガティブに偏ることで、それによって自己という檻に閉じ込められてしまうことだと。うん、エニアグラムみたいですね。エニアグラムみたいです。はい。で、幻覚剤がこの過度なシミュレーションを抑制するなら、うん、要はデフォルトモードネットワークの働きを抑える、うん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 、とこの自己っていうのがスーッと引いていって、うんうん、抑うつは不安が消えていく、うん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 、あ、このね、私がフラッシュバックって言った瞬間に、うん、あるある増えたコメント、あるあるですよ、はいはい、フラッシュバック、友知さんもある、うん、ヤンバルさんもある、スイッチが入ったみたいに浮かぶ、うん、モコちゃんもあると、うん、僕もまああるにはあるけど、嘘つけごめんなさい、あのあれですよ、笑ってます、はい、あ、いい、いいの、あんなことあったって悪い出来事とかあるわけじゃないですか。ある。それをまあバンと思い出した時に、はい、まあ、昔あんなことあったなって笑ってます。僕辛くなってない、なんで俺はあの時あんなことしたんだろうってバカだなって多分笑ってます。僕バカだなバカだなばっかりです。はい、なんで俺ってって、うん、この違いですね。この違いです、はい、うん、